ショールームをご覧の皆さん、こんばんは。私たちニアリーイコールジョイです。よろしくお願いします。はい、ということで今日のオープニングは私山田桃花が進行します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでそれでは皆さんと一緒にタイトルコールをするので、私たちが火曜はと言ったらジョイドンとコメントをお願いします。じゃあちょっと待ちますね、はい。そう、今日はみんなパーカーなんですよね。そう、そう、パーカー。これはアブソリュートのグッズです。でーす、みんな持ってくれてるかな。結構でも好評よね、めっちゃ可愛いね。後ろもね、みんな名前書いてある。全然プライベートできます。はい、はい、ということでいきますか。じゃあいきます。はい、せーの、火曜はジョイドン。はい、ありがとうございます。やめて、そのこなれ感ということですごいね、そのワード出てくる、ね、慣れ感ということでね、皆さんもうお手の物ですね、うん。はい、ありがとうございます。ということで、私たちニアイコールジョイ、略してニアジョイは、吉原里乃さんがプロデュースされているアイドルグループのイコールラブさん、ノットイコールミーさんに続く第3のグループです。この生放送で皆さんのコメントと交流しながら、さまざまなことに挑戦して、いろいろな一面を見せていきたいと思います。はい、ということでここでメンバーの自己紹介に行きましょう。はい、ということでね、自己紹介と一緒に1月生まれのメンバーの好きなところを発表して、はい、行きますね。はい、ということで、じゃあどうしよう、誰から行こうかな。はい、じゃあ自己さんから。はい、埼玉県出身、20歳になりました。おめでとうございます。リコこと藤沢リコです。1月メンバーの好きなところ、もうコナー、コナーは本当にいろんなことに笑ってくれて、本当くだらないことでも楽しそうに話を聞いてくれて、いつも好きだよってたくさん甘えてくれて、そんなコナーが愛しくて愛おしくて大好きです。うん、やったー、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。映っちゃった、ちょっとテレテレ。あ、じゃあ次コナーさん。はい、埼玉県出身、17歳になりました。コノタンこと天野コノです。コノタンちゃん、ありがとうございます。はい、で私の、リコの好きなところはもうありすぎてね、てかもう結構いろんなとこで言ってるので、もう出尽くしてはいるんですけど、うん、もうあの私が何を言ってもね、肯定してくれるんですよ。うんうん、あ、分かるってね、いつもリコ言ってくれる。連れてる、連れてる、分かる、分かる、分かる。本当にそのね、肯定してくれるところがもう安心するので、うんうん、もうとってもね、いつも一緒にいて幸せです。ありがとうございます。いいね。ということで、じゃあ私行きますね。はい、神奈川県出身、17歳、ももちゃんこと山田ももかです。ももちゃん、ありがとうございます。ということで、2人がなんか内面的なことをお互い言ってたので、私は外見的なことで言うんですけど、リコはあのさっき打ち合わせした時に、私のね、こう真向かいにリコが触ってたんだけど、本当に唇がプルプルすぎてずっと唇見ちゃって、ちょっと本当に気持ち悪いんですけど、本当にあのチューしたくなる唇だなと思って、そこが本当に大好きです。はい、本当に唇が魅力的でね、本当になんか私薄いので、うん、あの本当にこうなんかなんていうの、プルプルで可愛いなといつも思っております。可愛い、はい、ありがとう。でコノタンなんですけど、コノタンの好きなところは、あのハーフツインが本当に世界一似合うところと、うん、あとコノタンの、ね、目がすごい好きで、なんかアーモンドアイ、なんか、ああ分かる。あとしかもなんかね、左右ねめっちゃ対称なの。それがなんか本当にそれが驚かなくて、そこがね本当にあのすごい、あのいつも綺麗な目してるなと思って見ちゃうので、の好きなところです。はい、反応嬉しい、初めて言われました。はい、嬉しい、ありがとう。綺麗なね、ももさん。え、本当ですか。でも今日ホツイン、あ、そうなの。そうですよ、自分でやったんですよね。ちょうどすぎるでしょ。え、でも本当にあの、うん、適当に結んでちょっとボサボサになっちゃったので、うん、あんまりちょっと見ないでほしいんですけど。全然綺麗よ。おー、かわいい。迫力、迫力、かわいい。はい、ということで今日はこの3人がねお届けしたいと思います。はい、3人珍しいね、なんか。うん、珍しい。なんかこの並びすごい珍しい気がする。そう、私がコナーとやるのが本当になくて、うんうん、なんか久しぶりって感じ。そう、嬉しい。ジョイドンでね、再会しました。再会これ何順か分かりますか、皆さん。そうだよ、何順か分かりますか。分からない方いないですよね。
いますか、わかる方は。お、お、早い、早い、誕生日、そう、誕生日順、誕生日順です、順です、順の、え、その順、その順、あ、本当だ、それでもある、おー、けどね、やっぱあの誕生日がね、1月16、21、2ってことで2? 2が、2なんですけど、はい、ね、あのね、なんか私は別にたまたま今日になったんですけど、うん、なんか近かったんだよね、誕生日、うん、そう、次の次だよね、もう、そう、メンバーの中だと次だね、あ、やばい、お風呂嫌いじゃん、楽しみ嫌いそれはコナンも分かってますからね、うん、私もう会場出ちゃう、コナン会場はい、って感じですかね、そう、たまたまなんですよ、そう、たまたまだよ、早いけどおめでとうだって、ね、ありがとうございます、2人もね、20歳成り立てほやほやと17歳成り立てほやほやだから、ちょっと待ってください、17歳ほやほやって、うん、あれ、そうなんです、私17歳、そう、今お前が席買うのさ、お前が席買うのさ、3年前いてんだここ、そうだよ、お姉さん、めっちゃお姉さんや、でも全然そんな感じしない、うん、ね、うん、しないね、大人っぽいしね、2人とも本当に、うん、私の17歳の頃まだニア充じゃないからさ、うん、そっか、そっか、そうそうそう、え、18歳でニア充、そう、早生まれだったからオーディションの時は17歳で、今ちょうどオーディションかも、桃花の年で、確かに、え、そっか、1月23で31だっけ、そう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 、え、じゃあリコだ、うち今リコでした、今リコだ、可愛いね、はい、ということでね、ママって言わないはい、じゃあそれではここでショールームを楽しむための機能について簡単に説明します。名前付きのコメントやギフトを送るには無料の会員登録が必要ですので、まだの方はぜひ会員登録の方よろしくお願いします。お願いします、はい、ギフトを投げたり、あ、コメントをしたりするほどあなたのアバターが上の方に表示されます。エンディングで上位13位から1位の方のお名前を、ね、お呼びいたしますので、そしてね、ランキングとは別にタワーを送ってくださった方のお名前もお呼びさせていただきます。はい、はい、ということで、それではここでね、番組を拡散していただくためにスクショタイムを5秒間したいと思います。なんかポーズ何にしよう、誕生日だから、スイート6、あー、でもそうか、16歳じゃない、だから20ってやって17、18にするか、もう18ないけど、え、どうしよう、どうやってやったらいいの、こう、逆、18って一人でやるの不可能確かに、どうですか、どうしたの、だいぶ違う、こっちは71歳、71歳、やばい、18ってどうやってやったらいい、18むずいね、むずいな、こう、どうですか、これどうですか、おー、上手、お、なんないそれ、ギリ、あ、ぜひハッシュタグジョイドンとともに SNS で拡散していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次はリコお願いします。はい、それではここからのトークコーナーは私藤沢リコの進行で皆さんのコメントを読みながらお話ししていきたいなと思います。はい、はい、今日のトークテーマは1月が誕生日の私とコノアの気になることや聞いてみたいことについてトークしようです。はいはい、あの1月がお誕生日の私たち2人がですね、それぞれ気になることとか話したいこと、皆さんに聞いてみたいことを発表しながらみんなで話していきたいなと思います。はい、じゃあまずはこんちゃんの、はい、ちょっと気になること、話したいこと、はい、お願いします。はい、私はですね、1月この21日に17歳になったんですけど、うん、あのですね、お仕事がね、あのあんまりなくて、ということで、あの1日寝てたら終わってしまったので、うん、ちょっと来年こそはってことで、あの皆さんに理想の誕生日の過ごし方について、ね、これ何これ、あ、これが何これ、怖い、自分、自分、うまいじゃん、やばいよ作画崩壊にも程がある怖い、え、
けでね、ちょっと2人でも聞きたいです。皆さんからなるほど、ね、皆さんもどうしたらいいかな。でも理想だからもう何でもいいんだよね。そうそうそう、何でも何でも考えずに、とりあえず何でも考えて世界線で、まあ、お城でね、そうそうそう、とかそういうことでもいいわけですよ。本当に夢だから、うん、たくさん寝るだって、うん、でも私なんだろう、うん、ママさんどうすか。誕生日か、でも誕生日か、でもね、いっぱいは寝たい。だからお昼くらいまでは寝かせていただいて、お昼過ぎぐらいからの行動をしたいんだけど、うん、でもやっぱ美味しいご飯を食べたいから、うん、なんかお寿司とか、あ、でも私牛タンが大好きなので牛タン、あの食べ放題とか行きたいです。おお、いいですね。あ、でもね、行ってる焼肉を食べに行くってこととか。いい、ね、焼肉みんな好きだよ。好きな人に会うだって、わあ、じゃあうちらに会うってことか。あ、そうだ、そういうこと。そうだね、うん、確かに確かに。皆さん好きなもの好きなだけ食べる。そうだ、ね、おー、いいですね。手作りで聞いてる。和菓子はこのあちゃんだって。そう、和菓子ね。和菓子今日コナンからもらったよね。そう、和菓子を今日配りました。皆さんはいっぱい取って帰ってください。皆さんもぜひ和菓子食べてください。理想の誕生日の過ごし方なんだろう、うん、でも私もこの間の誕生日は、うん、結構寝ちゃったかもしれない。え、あの夜いい、ね、ショールーム配信、うん、それまでは割とゆっくり寝ちゃってた。ね、うん、みんな寝るやん。まあ寝るの大切だ。まあそうなんだね、確かに。みんななんか寝るのが一番結構幸せだから。寝るのかも今年。でなんか誕生日にさ食べたいものはある、うん、確かに。あ、今年はステーキをママが作ってくれたんです。なんかだっけ、作れたんだ、ビーフなんとかスガナフ。あ、ビーフストロガノフですか。あれはなんかお仕事 あの誕生日の日じゃないけど、うんうん、お仕事終わりにあのリコがやばい、ママがビーフストロガノフ、ストロガノフ作ってくれてるらしい、帰んなきゃって言ってメンバーみんなおしゃれすぎて英語とってなったんですよ。何それっていう話をするぐらい。そうなんですよ、はい、それもちょっと美味しかったですよ。すごい、ママめっちゃうまいね、料理が。そう、嬉しい、ありがとうございます、うん、でも食べたいのなんだろうね、うん、でも常に何でもね、誕生日に食べたら何でも美味しいんですけど、うん、確かに確かに。でもやっぱお肉だよね、うん、肉だね、お肉系かな。じゃあライナー絶対にお肉にします。はい。コロナが何食べてるのか気になる。なんかコロナ何食べてるの、いつも何食べてるの、何食べてるんだろう、なんか、うん、何食べてんだろう。コロナって何食べてんだろうっていつも思ってる、うん、コロナサラダ食べてるわね、いつも、ね、うん、確かに。ママは母にね、すごいサラダを要求してるんですよ、いつも。うん、じゃあサラダでもいいかも。いや、ダメダメ、サーモンだって。サーモン、酢飯、酢飯。あ、酢飯だ、酢飯ね。一生理解できない酢飯。じゃあ誰も理解してくれない。酢飯だけ食べない。来年は酢飯にします。はーい、はい、じゃあこれでいいのかな。理想の誕生日の過ごし方、酢飯食べるすごいゴールになった。酢飯ケーキ、え、確かに。あ、みんな、てかみんなで、あのメンバーみんなで遊びたいねって話してるんですよ。確かに確かに、本当は遊ぶね。なんか遊びたいねって言ってさ、うん、立ったよね、結構もう2年ぐらい経っちゃったよね。誰もさ主催しないから。でももちゃんがずっと言ってんだよね。そう、ずっと最後メンバー誰が主催をやるかっていうことですよ。じゃあとりあえずあのグループのね、あれ作りますから、うん、あ、お願いします。お願いします。うちら最近あれになってんだよ、あのなんだっけ、あのなんだっけ、なんだっけ、急にあのこなんだ、なんていうんだっけ、なんだっけ、え、うちらあれ、あれしたいねって言ったじゃん。グランピング、グランピングしたいですよ。グランピングしたい、グランピングしたい、調べてるよね。ちょっとあの誰かあのお偉いさん、ぜひあのニヤゾイ全員でね、あの YouTube とかの企画どうですか。あ、グランピング、そうですか、お願いします。全員でよろしくお願いします。見てるか、見てないよ。じゃあ次行こう。はい、よろしくね。じゃあこんちゃんのね、理想の過ごし方をお話していきます。じゃあ次は私が話したいこと、うん、聞きたいことですね。はい、私が聞きたいことは、じゃじゃん、20代でした方がいいこと。No。 おー、かわいい、かわいいのがいる、はい、ちなみにこれ私です。わー、確かに唇をプルプルよ。確かに、これより2回かけない。あれ、さっきのコナより全然似てます。何でした。そうなんですよ、ちょっと、まあ、20歳になったということで、20代、まあ、20歳限定だとちょっと1年間でちょっと短いので、うん、20代でした方がいいことを、うんうん、ちょっとまあ、もしかしたら20歳になってない方もいるかもしれないんですけど、うんうん、なんか教えてほしいなって思ってます。圧倒的に旅行、人生の先輩の皆様に。ギャンブル、ダメだよ、ダメですよ。自分探しの旅だって。一人旅、でも一人旅、一人旅、行きたい、私も、うん、結構この3人は一人で行動できる3人、うん、できる、あ、私もできる。
あ、いいね。世界一周、リコさ、世界一周どう？知らない間にリコ世界一周してそう。やばいやばい、この活動どうしよう。旅行いいね。あ、いいねいいね、うん、好きなことだって。そうだよね、好きなことが。スカイダイビング、いいな。あ、スカイダイビングマジでしたいの、うん、あ、したいんだ。そう、スカイダイビング本当に今結構したくて調べてる。え、スカイダイビングって怖い、怖いのかな。どうなんだろう、やったことないから。どうなんだろう、バンジーとかよりはなんていうの、なんか空気抵抗もあってさ、うん、なあ、ちょっと景色楽しめそうじゃない。バンジーの方が怖いっていうさ、うん、イメージあるよね、うん、行ってみて。スカイダイビング結構ねやりたいんですよ、うん、2人は何かありますか、20歳になったらしたいこと。20歳になったら、ね、まあ、3年あるけどね。なりたくないな。子供がいいですよ、いつずっと。でも、じゃあなんかこう周りの方が20歳になってるのとか見ると大人だ、いいなってなるけど、うん、でも結局ね、やっぱなんか20歳ってどう、20歳になったらやっぱ大人になる。いや、なんかもう変わんない。そうだよね、変わるのは18歳で成人になってから。あ、なるほどね。18歳成人だからもうかだよ。だから次の世も大人になる。やだ、一気に。いいです。そうですわよ。大丈夫。本当に。21くらいから急に来るって。あ、逆にね。やめてやめて。何が来るの？逆に何が来るの？大学を卒業。うん。バンジー、一人焼き肉、行きつけの飲み屋さんを見つける。ねえ、大人や。免許取る。あ、免許取りたい。免許はもう誰でも、うちでも取れる。うん、トナーは今年じゃない？今年？だから18歳になるちょっと前から取れるから。原付き取れるよ。そうそう。でも車ね、取ってってね、毎日ね、あの母に言われる。あ、早く取ってきてって。なんでなんで、乗せてほしいから。うん、そう、なんかいろんなとこ連れてほしい。やだ、こんなの怖い。怖いよね。うん、だから自分も心配、自分がね、この車道走ると思うとね、不安でままないもん。なんか本当にマリオカートの世界、うん、でしかダメよ、あなた。でもゴーカートめちゃくちゃ上手くてブンブン乗りましたって、ブンブンブンって。確かに、そういううちマリカーマジ強いよ。あ、そうなんだ。マリカーだけは負けたことは、そうそう、ない、ないとか言って、この間レノに負けたんですけど、レノも強そう。レノ強いんですよ。だからそれたちもちょっと免許いいね。うん、免許いいな。免許目標するか、うん、免許を20代のうちに取る、うん、いや長い、20代のうちは20歳のうちにしないよ。23までに免許取る、うん、 あ、 そうね、あともう一つ何にしようかな。もう一つぐらい決めとこう。何がいい、なんだろう。20歳のうち、あ、20代、一人旅行、一人海外旅行、一人海外旅行、スカイダイビング、スカイダイビング。じゃあこの3つを目標にね、20代でした方がいいことが、スカイダイビング、うん、でもなんか人生で一回はやった方がいい。そうだよね、いいかも。いいじゃん。じゃあこれで皆さんありがとうございます。私はじゃあもしこれが叶いましたら、ちゃんと皆さんに報告します。スカイダイビングしたよとか言いますから、写真見たい。お楽しみにしててください。はい、楽しみだ。ありがとうございます。ありがとうございました。ということと、ということで、たくさんいろんなこと知れましたが、はい、以上トークコーナーでした。イエーイ。はい、というわけで、ここから私、天野コナーの進行で、こんな企画に挑戦したいと思います。はい、題して、1月生まれリコと私の本当の答えをきっと絶対絶対探し出そうです。はいですね、ルールはまず、リコと私どちらの正解を探すか役割を決めます。はい、次にリコが今食べたいものはだったり、私が冬に行ってみたい場所はみたいな感じで、お誕生日メンバーに関する問題が出されます。うん、他の2人のメンバーはお題の答えの候補が書かれたカードを2枚もらって、書いてある回答を発表します。例えばお題がリコが今食べたいものはだったら、カードにおにぎりと焼肉が書いてあるという感じで、この時ですね、リコはどの答え、どっちの答えも正解かのような素振りをしています。はい、回答者のメンバー2人は、2つの答えのうち正解のメンバーが答えていない偽物だと思うカードがどちらかを、放送をご覧の皆さんのコメントと一緒に相談して決めて、1枚、捨てるカードを決めます。で、〇〇の答えは違いますと宣言して、そちらのカードを切ってください。はい、はい、で、正解担当の誕生日メンバーは、その回答に対して、〇〇私の答えではありませんか、答えですの判定をしてください。で、答えではなかったという
行った場合はですね、ゲームを続行して新しいカードを1枚受け取り、さっきの残ったカード1枚と比べてっていうのをひたすら繰り返します。難しすぎて、うん、難しい、まあ、やったことが分かります。やった方がいいよ、まあ、あ、いいよ、はい、だからあの2個のカードのうちで、あの回答の人が2人が、どっちがあのその子っぽいものかっていうのを選んで、もう1個が来たらそれをまた何回も繰り返していく。そうそう、繰り返していきます。はい、でもしですね、この工程を繰り返してる時に正解を捨てちゃった場合は、うん、お詫びを兼ねて誕生日メンバーを喜ばせるために、罰ゲームで萌えゼリフの一覧から正解担当のメンバーが選んだ萌えゼリフを言ってもらいます、うんうんうん、で答えのカードは全部で7枚あるんですけど、はい、そのうちの本物の答えは1枚で、あとの6枚はスタッフさんが考えてくださった偽物です。そうです、うん、なので6回目の選択の時に最後の1枚の本物の答えを残すことができたら、うんうん、ミッションクリアなので、この場合は旋回担当のメンバーに萌えゼリフを言っていただきます、はい、ということで、はい、大丈夫ですか。とりあえず、もう全てが7枚あるんですね。でも手札は常に2枚で、正解は7枚のうち1枚しかないの。だからその1枚を正解担当がまあ当てるか当てないかで、その正解されちゃった方した方で罰ゲームが萌えゼリフです。もうあのとりあえず皆さんはどっちにしろ誰かの萌えゼリフ聞けるってことなので、うん、そうです。誰かは萌えゼリフやるんです、はい、だから楽しみにしててね。見ればわかります、はい、これだけじゃ難しいよね。やってこうや、もうやってこうやってこう、はい、お願いします。お願いします。もしから行きましょうか。じゃあ最初、あ、コノタンが、はい、コノタンお願いします。私が出題すればいいですね。なるほど、いきますよ。じゃん。コノタンが背中に乗ってみたいなと思う生き物はについて、今からカードがね、7枚いきます。おー、なるほど。名前のをこれに捨ててって、ね、すごいね。こっから、あ、それに捨ててってください。あ、なるほど、なるほどです。今からカードが2枚くるんですね。皆さんもう予想してくださってる。イルカ、イルカっぽい。じゃあ、はい、じゃあ1個目お願いします。これコナーがやるの、私がやればいいかな。じゃあまず今来た2枚のカードは、ドラゴンかアルパカです。おー、どっちっぽいですか。この2つだったらどっちっぽいかっていうのを考えてる。アルパカじゃない？でもなんかそう、でもなんか逆で、うん、逆をつけた逆でっていうのありそうなんだよな。ちゃんドラゴンなりたい。なりたくないよね、絶対。絶対わかるよね。あれだってもう寝るの好きだし、うん、ふわふわだから。ポカ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 。ドラゴンっていい。これは進めないこと。まあどうなんでしょう。じゃあ一旦アルパカにしない？じゃあドラゴン捨てよ。ドラゴン捨てます。これに捨てさせていただきます。では私が今発表しますよ。アルパカは。あ、捨てたか捨てた。あ、そうだ。これを発表するんですね。じゃあ皆さん、ドラゴンを捨てるということで、ドラゴンは私の答えではありません。ですよ。よかったよかった。はい、捨てよう。続いて進んでください。それぐらいは分かります。それぐらい分かるよ、はい、このターンのことは。はい、はい、じゃあ次、はい、次が来ました。はい、続いて新作、大きい鳥。アバウトやな。大きい鳥。え、でも待って、でもあの宮崎鳥嫌い人いっぱいいるじゃん、うん、でも鳥嫌いじゃないんだよそんなに。はい、そうですよ。優香とかうちとかあんまめっちゃ嫌いなんだけど、ハトとか、うん、もういつもわーとか言ってたら、うん、そしたらなんかめっちゃキラキラ笑ってる側なので、だからでもアルパカには勝てない気がするんだよな。アルパカでしょって言ってるみんなが、うん、これは私はあの鳥を嫌がって、こう嫌がってるメンバーのことを動画で撮ること。ねえ。うわー、悪い子。悪い。いやでもアルパカだよ。本当に？そう、待ってどうしよう。え、わかんない。でもその鳥の種類にもよると思うんだよね。大きい鳥ってなんだろう。トンビとかだったら乗りたいか？乗りたくないだろ絶対。大きい鳥ってなんだろう。ハリーポッターじゃないだけど。うん。だから戦争の可能性もあるし、ね。アルパカだよ絶対。じゃあアルパカにしよう。コアが乗ってみたいなって思うの、大きい鳥って。言う？うん、言わない。じゃあ、言わないよ。じゃあそうしよう。はい、では大きい鳥は私の回答ではありません。おー、よかった。ちょっと怖いこれ。ダメの前で怖いんだ。じゃあ次、こちら入った新作、キリン。いやー、でもアルパカ結構強い。なんかアルパカとコノアってなんかね、なんかすごい似合う。いや、うん、
いやでもキリンっていう、うん、キリンもでもあるかもしれないですよ。キリンかでもなんかいやでもまだアルパカじゃない。いやアルパカだよ。まだアルパカにしない。アルパカにしたい、うん、じゃあアルパカにしよう。うんお願い、はい、キリンは私の答えではありません。いいよいい調子だよ。いい調子だ。え7枚だから あと何枚。あと3枚。あ、じゃあもういけるいける。ほーん、これでコナーの燃えてるしを聞こう。うん、私、本当に燃えてるし、本当にもう。あ、どうしよう。じゃあ、これでお願いします。します、じゃん。うなぎ大きい。うわー、言うかもしれない。結構大きい。え、でも、でも、でもなんかコナーが言いそうなのは、あー、コナーがウサギになったら死んじゃいますよとか言いそう。あー、ウサギが。え、大きい子って何？ウサギ大きい子って言う？現実世界でのウサギなのかな。いや空想もありなんすよ。あ、空想もありか。ちょっと今考えたよね、でもね。ん？空想もありなんすよ。そこ？でもコナーがコナーが敵に回ってるのか、うちらにあの回答をそのなんか させてあげたいと思ってくれてるかが微妙。そうだよね。だからうちらが間違えてほしかっただから言ってるかもしれないよ。あー確かにそれはある。アルパカだろまだ。アルパカだよ。アルパカじゃない。アルパカって響き可愛いもんねえ。アルパカでお願いします。アルパカにするじゃん。アルパカで待って待ってマジで。どう、ウサギありそうだなって言ってるな。でもさすがにアルパカだって。ずっとアルパカそうですよねえ、やだ。じゃあ、ちょっとえ、でもアルパカにしよう。じゃあアルパカにしよう。アルパカにしよう、うん、アルパカ、アルパカ。いや、だってアルパカ。え、でもここら辺でなんか変えた方がおもろいとか思うかな。うわあるんかな。え、じゃあウサギにする。え、待って、どうしよう。守りたいこの囲碁だ。いやでもアルパカじゃない。え、みんなの意見じゃあ聞かせてください。アルパカだよ。みんなの意見を聞こう、こういう時は。ねえ、お父さんの顔がアルパカって何。ニアリーイコールって言われてるよ。ウサギのさすがにアルパカ。まだアルパカ。え、まだアルパカにしよう。じゃあアルパカにしよう。じゃあウサギさんは下で。はい、はい、いきますよ。じゃあウサギかっこ大きい子は私の答えではありません。ですよー。やばい、危ない、もう一回。じゃああと2枚。はい、じゃあこっちいきます。お願いします。この子はい、新作。じゃん。わっわっわっ、これだこれだこれだ。これでここで変わるんや、流れが。ここだ。だってラッコっぽいもん、ちょっと。うん、ラッコっぽい。わ、だってあれからラッコに乗せてもらって、うん、うん、あ、背中や。あ、だから背中。あ、だからあのラッコが下向くとこ見たいみたいな。だからラッコいつもこれ上向いちゃうね。背中乗るから下向くじゃん。うん、背中乗る。そこまでは考えてないだろ絶対。え、でもラッコとコナーって似てるから。うん、ラッコの。ラッコの背中にみんなびっくりしてます。確かにお腹じゃないんやっていう。いやでもラッコだよ。背中っていう。いやでもラッコ、ラッコ。でもコッちゃんのワールドがさあるからさ。え、絶対ラッコだよ。絶対ラッコ、ラッコ、ラッコ。アルパカ捨てよ。うん、アルパカ捨てよ。え、本当に大丈夫。私もラッコだと思う。そうだよね。じゃあそうしよう。ラッコ。じゃあラッコ。アルパカを捨てます。アルパカ捨てます。はい、アルパカは私の答えではありません。やあ、最高。今回ラストありますよ。うわ、これ強敵だよ。これが一番。イルカ。え、待って、これはちょっと乗れないかも。これは難しい。でもイルカはなんか乗れる気がする。なんか、うん。でもどうなんだろう。コンちゃんだから出てくる不思議なワールドの答えなのか。うん、イルカって多分思い浮かぶじゃん。うん、背中乗りたいなは。うんうんうん。でもイルカはもう多分誰でも乗れるから、ラッコの方が、まあ、乗るのむずいじゃん。おもろいしね。おもろいし、投票も一応取れますけど。あ、投票取りましょう。投票取る。燃えゼリフかかってるんで。そうだね、そうしよう。じゃあ番号振ってください。はい、そのカードで。皆さん投票を取ります。ラッコが1、イルカが2でお願いします。はい、皆さんたくさん投票して私たちの前台詞をしないでください。お願いします。聞きたい人は違うの入れるかもしれないです。確かに。やめて、それちょっと本当にやばい。じゃあいいですか、投票スタート。投票スタート。どうなんだ。でも私は、ね、私はラッコだな、まだ。あ、そう、残る方に投票ってことだよね。そう、だからそう、どっちも
どっちに乗りたいかに投票でお願いします、うん、どっちかな。私はコナーはラッコだと思う。私もラッコだと思うんだよな、うん、イルカはね結構割れてる。あ、問題見えない。あ、問題見えない。すみません。でもさ、でもさ、これでさ投票し投票でイルカになってもさ、ラッコにしていい？責任を取っていい。やばい。じゃあダメだ。じゃあ5秒前、5、4、3、2、1。ありがとうございました。じゃあ投票結果見てみましょう。こちらです。じゃじゃん。待って、ギリギリすぎない？でも確かに、うわ、でもどっちも投げただろう絶対。あ、でも1の方が多いんだ。1ってどっちだっけ。ラッコや。うん、だからラッコだよ。ラッコにしよう。じゃあラッコで、じゃあイルカを捨てでお願いします。ラッコがどうか聞きましょうか。で、これがラッコがそうだったら2人の勝ち。で、萌えゼリフですか。じゃあ、はい、じゃあラッコいきますよ。はい、ラッコは私の答えです。うわー、いやー、すごい。どういうこと、どういうこと。みんなすごい。イエロー。みんなすごい。やったー。初戦なのに、ね、みんなコナーのことはね全部知ってるんだよ、うん、やってんの。すごい。理由を、あ、ラッコですか、うんうん、ラッコフィーリング。おー、だそこもコナーなんだよ。だ、意味なんかないから。おもろいのよ、ラッコが出るっていうとこがやっぱコナーワールドですから。うん、え、でもリコの答えいいなと。お腹乗るから。それにしようかな。背中、うんうん、でも私はあの貝持ってるじゃん、ラッコって、うん、お腹で貝をなんか奪いたいみたいな。あー、すごいじゃん。貝じゃなくてコナーを持ってもらいたいみたいな意味があるのかな。嫉妬ってこと。いいね。嫉妬嫉妬、貝に嫉妬、貝に嫉妬。すごい皆さん、うん、面白い。でもこれでルールがもう完全に分かったし、分かりましたよね皆様。確かにこれでめっちゃ分かりやすかったね。じゃあすごい。ということでコナーのね萌えゼリフが待ってます。はい、コンちゃんの萌えゼリフがやってきました。皆さんお待ちかね。やこれ、こちらです。ここはまだ決まってないんですけど、これからも絶対絶対私のこと好きでいてよねっていうセリフをコナーに言ってもらうんですけど、私たちが決めていいんですかね、これは。妹っぽいとか。うん、じゃあどうする、どういう、でもコナーの妹っぽい。逆に違う系を見たくない。うん、え、じゃあちょっとあの私みたいな感じで言ってほしい。ツンデレ。ツンデレってか、なんかほんと怖い感じで。怖くないよ。熱ね、熱ね、熱強めね。熱やったことないっすよ。あと強めっぽい感じで言う、うん、これからも絶対絶対私のこと好きでいてよね、うん、いてよねって、あ、うん、って感じでお願いしていいですか。動きとかも指示があれば、動きはあの結構見下す感じで、あのもう本当にあのちょいにらみくらい、ちょいにらみ、ね、いてよねっていう感じの、ね、感じでお願いします。わかりました。顔もちゃんとやってね。はいはいはい。ではいきますよ。コナーの熱、ちょい熱、怖い感じで言う、これからも絶対絶対私のこと好きでいてよねです。3、2、1。これからも絶対
これちょっとむずいかもしれない。じゃあ、女子の方聞いてください。はい。スクールドラマだからね。コナちゃんも一枚します。はい。えい。こちらでお願いします、リコ姉さん。リコ姉さんお願いします。はい、いきまーす。タブレットが見えないか、ここだと。じゃあ私のとこに置こう。ごめんね。ありがとうっす。OK。いきまーす。せーの。じゃん。お、いっぱいある。無口だけど、毎回すごいスクープをつかむ新聞部員。おー、うん、あ、舞台師。無口だけど、実は強い剣道部副部長。どっちも無口だ。あ、でも無口か。なんか、でもピンとくる。ピンとこない、どっちも。来ないな、うん。これは多分。でも結構喋って喋るそうじゃん。リコは喋る役やってほしいけど、これでも実は強いとかがなんか結構いいんだよね。キャラ的に面白いな。そっちっぽくない？この2つかで言うと実は強い。うん、確かになんか左のこの無口だけど右、うん、右の方は剣道部じゃないね、新聞部員の方はなんかちょっとモブキャラ、うん、だけどこの強い方はなんか真のなんか、うん、一番強いキャラみたいなところがあるから、うんうん、コメントは剣道部、めっちゃ剣道部って書いてある、だから剣道部か、剣道部っぽいって、確かにでも剣道やってるとこ見たいかも。じゃ剣道残しでいきますか。うん、剣道残し。剣道残しということは新聞捨てということで。うん、はい、はい、いきまーす。まあ、一旦ここはね、うん、ここです。はい、失敗したら新聞部員は、うん、私の正解じゃありません。うん、私の正解じゃいません。これ今聞いちゃった。なんて言ってじゃん今。なんて言ってたっけと思って。はい、じゃあこれ捨てますよ。まあ最初はね、うん、最初は、うん、じゃあ。いきます、せーの、じゃん。なんか全部無口なんだ。無口だけど実は超お金持ちの副生徒会長。絶対これやん。なんかお金持ちのなんか やりたそう。でも無口だけどがすごい引っかかりますよね。無口じゃないんだよな、リコって。結構無口ですよ、常に。いや、はい、でもな、でもなんか超お金持ちってことはさ、なんかさ、リムジン乗ってる描写とかさ、なんか執事がいるとかさ、そういうのなんか似合いそうだし、やってみたそう。やってみたそう。超お金持ちの方がなんかビジョンが浮かびやすい。わかるわかる。うん、じゃあ、うん、さっきの剣道部の方を捨てようかな。はい。どうかな、みんな的にはいける？みんなどうですか？花壇系だよ、そうだよ。お嬢様みたい。確かにそう。いける？いける？じゃあ剣道部捨てで。はい。こちらの回答は私の回答ではありません。おー、合ってる。あ、やだやだ。どっちが近くなるか。よし、ここまではまだ順調よ。うん、うん、じゃあ、はい、うん、ありがとうございます。はい、はい、行きます。はい、お願いします。行きます、せーの。無口だけど実は生徒思いの先生。うわー、なんか先生迷うな。でも先生やりたそう。私似合うかも。うん、でもさ、実は生徒思いの先生。ちょっと山田さん。あそっちかな。うん、迷う。どうしよう、全部やりたそうやんって言われちゃった。確かに迷うな。これ難しいね。無口好きだね、うん、そうだ、無口だね、うん、無口は前提なんだ、先生、うん、無口前提。あ、まだ先生は早いわよ、確か。やりたい役、やりたい、そう、リコがやりたい役、どっちだろう、ね、でもどっちも学園だから生徒やりたそうじゃない、うん、まだ今はね。どうなの、わかんない。でもどうだろう、どうですか。生徒思いとかちょっと演じるのむずそうだから、もっとなんかキャラが欲しそう。じゃあさっきの残しに行きますか。うん、さっきの残そう。じゃあ先生切りでお願いします。こちらですか、うん、はい、はい、こちらの回答は正解ではありません。おー、危ねー。案外これ進むね。うん、意外と。じゃあこれでいきます。こちらお願いします。はい、せーの、じゃん。
無口だけど羨ましきっている裏番長。絶対これや。また無口なんだ。常に無口です。全部無口なんだよ。多分これじゃん。絶対これはリコやりたいじゃん。もうそのあれお金持ちのやつは捨てましょう。本当ですか。はいはい、お皆さんもなんかこれでこれでいいんですか。うん、いいんですか。何？なんですか。はい、じゃあこちら捨てるんですね。はい、お願いします。こちらは私の正解ではありません。うえいえいえ。あと何枚でもさ、でもさ思ったけどさ、思ったけどさ、これでもこれでもないっていう可能性もあるんだよね。うん、あるそうだよね、うん、あ、じゃあまあそうだから、まあ、うん、まあまあまあここで無口じゃないの来たら可能性もある。確かにここで無口じゃないの来たらちょっと突然な。せーの、じゃん。無口だけど人気がすごい保険の先生。めっちゃおっと、なんかリコちゃん好きそうな、ね、それな、なんか白衣とか着たそう、うん、似合いそうだし、うーわーこれがいい。これがいい。いやいや、リコは、リコの希望だから。おっとっとっと迷う。でもどうなんだろう、うわ迷う迷う。これ投票とかいけますか。はい、取ってもいいですか。え、じゃあ投票しない。あ、投票しよう投票しよう。じゃあ番号つけよう。オッケー。先生、じゃあ無口だけど人気がすごい保険の先生が丸1で、はい、無口だけど裏で仕切っている裏番長が2でお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。このあれも見てた方が、そうだ、うちが持つ。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ投票スタート。どっちやりたいかってことだよね。でもこれちょっとさ、どっちも投票する人また多そうなんだよな。これもう一緒なんじゃないの。50になったらどうしよう。大変。僕らの希望でいいのかな。確かに選びそうなやつですよ。そうだよ、リコのだからね。みんなのじゃなくて、うん、リコがやりたい方だからね。そうだよ、割れてます。割れてるんですね。ちょっと困ります。みんなの希望じゃないよ。じゃあ5秒前。じゃあいきます。5秒前5 4 3 2 1。終了。どうですか。じゃあ結果はこちら。うわー、わお、僅差ですね。2だ。まあでも確かに私も2かも。え、でも1かも。すごいね、僅差だね。ちょっと待って。いや、問題がねいいんだよ、すごい。どうする。じゃ、でもどうするもないも決まったから2をやりたいってことだから1を捨てる。え、本当に捨てていいのみんな。ちょっと1名残惜しいな。名残惜しい。もう1個増やして考えます。あ、もう1個増やしましょう。これが最後ですか。これが最後です。こちら、はい、最後です。無口で自分が作ったロボットが代わりに話す超天才。いや、これはいらないよ。早い。これはだってリコが多分喋りたいもん。リコがだって何も喋んないってことでしょ、多分これ。うん。セリフ覚えなくていい。無口の極限みたいな。セリフ覚えなくていいもん。何も。いや、覚えたいでしょ、リコ。いや、これは違うと思う。自分そっくりのロボットって言ってます。どう？でもこれを、これがロボットって、もうリコみたいな、本当に。え、じゃあロボットをやるってことですか。っていう可能性もあるよね。ねえ、それ騙してこないで、そうやって。え、ちょっと、どっちだと思う。ねえ、うちばっか考えてるって。迷うよ。コメント欄たくさんコメント。え、一旦でもそのロボットはいらなくない。え、ロボットはいらなくない。でもロボットのこのさ、細かいさ、めっちゃ設定が気になるんだよね。そうなんだよね。いや、でも3つ今増えちゃってるから、選択肢が減らしていかないといけないな、うん、そうだよ。ここで間違えちゃダメなんだよ。1個、うん、そうよ。2、最後で迷わなきゃいけない。 SF 好きやで。 SF 好きだよね。そうだよね。いや、だとしても裏番長、裏番長好きそうなんだよな。お時間がやばいやばいやばい。じゃあちょっとこれ捨てよう。もう、うん、これ捨てで OK、 分かった、はい、じゃあこちらの回答は正解ではありません。よかった、よかった。ここからがやばい。やばい、時間ないって言われて。どうしよう。でも正解だと思うのバンと当てましょう。じゃあ2で。いいですか。うん、でも投票でいいんだと思う。そうだね、そうだね、そうしよう。じゃあ2でお願いします。2でお願いします、はい、じゃあこっちってことね。あ、こっちか。うん、あ、2を残す。 2、うん、2の答えを教えてください。正解か正解じゃないか。うん、無口だけど裏では仕切っている裏ラ番長は私の正解です。うわー、すごい。ちょっとひどいな。よかったね。やっぱみんながすごい。皆さんの投票ありが
ありがとうございます。なんでわかんの私結構違う感じで言ってたんだけど、リコさんもね、こちらのセリフ言っていただきますが、じゃあリコは逆に妹っぽく、これだ絶対これだ、妹っぽくお願いしていいですか。妹って何、妹って、いや、まあ、いつもニンニンに言う感じでいいよ。うまいやん絶対こんなで、いつもね、あの、これからも絶対に私のこと好きでいてよねをニンニンに言ってください。じゃあいきますよ、リコのセリフまで3、2、1。これからも絶対私のこと好きでいてよね。おーい、いいですね。なんかセリフ飛ばしちゃった。すごい、全員ニーニーがいっぱいいます。ニーニーいっぱいいます。ニーニー大量発生、大量発生しました。はい、じゃあ次はい、ということでね、はい、以上、はい、企画コーナーでした。よかった。はい、もうほんとね、ちょっといっぱい悩んじゃってね、はい、どっちも当てられたんだよ、すごくない？そうだね、そらのあれが、皆さんもありがとうございました。これをこっちにしていただいて、はい、ということでエンディングのお時間になってしまいました。はい、まずはニャジュイからのお知らせです。はい、現在ニャリーコールジョイのデビューミニアルバム、きっと絶対絶対が発売中です。はい、はい、オリコンさんとかでね、1位をいただいたりとか、はい、ビルボードさんで1位をいただいたりとか、はい、本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらのデビューミニアルバムのフォーチュンミュージック限定個別お話し会の参加権利付きデビュー記念特別プライス版をご購入いただいた方を対象とした個別お話し会が2月17日の土曜日と18日の日曜日、幕張メッセにて開催されます。こちらは対面お話し会になっております。あ、さらにフォーチュンミュージック限定オンライン個別お話し会のほか、3月20日祝日の水曜日にはニアリーイコールジョイデビューミニアルバムのフォーチュンミュージック限定ツーショット撮影会もね、行われます。これも楽しみにしております。こちらは1月の24日の水曜日12時から25日の木曜日12時まで受付中となっておりますので、はい、皆さんぜひ申し込みしてください。よろしくお願いします。はい、そして1月の25日木曜日19時からはショールームさんで放送されるイコールラブさんの山本アンナさんがやっていらっしゃる教えて花だよりにリコちゃんがね登場しますので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、そして3つ目、2月23日の金曜日、ニアリーイコールジョイセカンドアニバーサリープレミアムコンサートの記念を開催して、あ、開催を記念して2周年特別版のオリジナル名刺カードをね、ニアリーイコールジョイオフィシャルファンクラブ会員の皆様にプレゼントいたします。はい、公演当日ファンクラブブースにてメンバー写真手書きメッセージの名刺カードをランダムでお渡しいたしますので、ぜひゲットしてみてください。はい、お願いします。ということで、どのお知らせも詳しくはニアリーイコールジョイ公式サイトや公式 X をチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは感謝を込めてランキング13位の方からお名前をお呼びします。今からお呼びするのはスタジオで表示されているランキングなので、ご覧の順位と違ってもご了承ください。それでは発表します。じゃあコモタン、はい、了解です。13位みなとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位たっちゃんさん、ありがとうございます。11位陽気なおこちゃさん、ありがとうございます。10位あゆさん、ありがとうございます。9位お肉さん、ありがとうございます。8位ペコさん、ありがとうございます。7位コンコンさん、ありがとうございます。6位もものすけさん、ありがとうございます。5位とめとうさん、ありがとうございます。4位みゆみゆさん、ありがとうございます。3位やがみのりさん、ありがとうございます。2位ひろねこさん、ありがとうございます。そして1位はさらさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで続いてタワーをねくださった方のお名前も発表します。はい、じゃあちょっとお待ちということで、はい、お名前を呼びできなかった皆さんもたくさんのギフトやコメントで盛り上げてくださって本当にありがとうございました。皆さん今日のジョイドンはいかがでしたか。いかがでしたか。本当にあっという間すぎて、なんかね、すごい駆け足になっちゃったんですけど最後は、うん、はい、本当に楽しかったです。うん、ということで今日の感想はハッシュタグジョイドンをつけてぜひ SNS で投稿してください。次回のジョイドンは来週1月30日の火曜日19時から放送予定です。はい、出演メンバーは決まり次第
公式サイトや公式 X でお知らせいたします。はい、画面右上のハートマークを押してお気に入り登録をすると通知が来て忘れずに見ることができますので、まだの方はぜひご登録をお願いします。お願いしますということで、皆さん来週のジョイドもまた見てくださいね。はい、というわけでお誕生日おめでとうございます。おめでとう、ありがとうやったー、すごい、めっちゃ素敵なノリノリだ。すごい、なんかチョークみたいな質感、かわいい、すごい細かいからね、ありがとうございます、すごい、あとで食べます、ありがとうございます、大好きフルーツタルト、大好きです、イエイ、飲み込んじゃいたい、ありがとうございます、ありがとうございます、やった、いいにおい、本当にお腹空いちゃった、はい、ちょっとね、私ね、モモさんのユネケンゼリフ聞いてないです、はい、やだ、この時間の間に私ちょっとやっちゃいましたね、私はもう本当いつも言ってますから、このセリフは、だからやっぱ聞きたいなんて、 お手本これですか、はい、じゃあモモさんさっそくいくよ、モモさんっぽい感じでこの間ね、さっそくいきますよ、はい、いきます、あ、いきますよ、これからも絶対絶対私のこと好きでいてよね、おー、お手本だー、はい、こういう感じじゃなきゃダメですからね、はい、すいませんでした、次はお願いしますよ、ごめんなさい、はい、ということでね、最後にタワーをね投げてくださった方がサラさんです、ありがとうございます、サラさん愛してるクマさん、ありがとうかわいい、はい、ということでね、皆様今日のジョイドもありがとうございました、ありがとうございます、それでは以上ニアリニコールジョイでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。